フレンチブルドッグの子犬くん、とことこと歩いていくと、あれ、なんとそこには父の姿が。これ初めて J が子犬に会った場面です。まだペコちゃんが嫌がるから他の子には会わせれんけど、この育児ルーム越しに初めて父と子が面会しました。ところがこれ、ペコちゃん、あんた何見とんのって、もう面会の許可なんか出てなんでしょうって、こんな感じです。はい、オープニングはなんか親権を奪われたお父さんがもう我慢しきれずに子供を見に幼稚園に覗きに行っちゃったみたいな映像になっちゃいましたけども、今日もナレーションは私 B パパがやらせてもらいます。今、はい、お兄ちゃん寝てたんだけども、例によって私が育児ルームに入るとちょっと起きちゃった。今まだこれ寝ぼけてます。寝ぼけててえっちらおっちら歩いて、また寝よっかなーって、このもう今思案してるところ。まだ眠たいんだったら寝とってください。動画だけ撮らせてもらいますよ。でもなんかこっちが気になっちゃう、お兄ちゃん。気になるならこっち来てください。ならんのかい。これ現場の音声は消してるけど、もういろんな口笛吹いたりいろんなことを実はやってる私なのでした。その回もあってお兄ちゃん、来てくれました。来てくれたので、もう例によって、はい、指で遊びましょうっていうことで。もうこのぼやんとした感じがもう何とも言えない可愛い。まあ子犬っていうのはなんでこんなに可愛いのか、もう謎。あら、ペコちゃんが動き出した。どんな感じなのか、うちの子に触ってんじゃないわよなのか。じゃなくて、私も甘やかしてよっていうサインでした。ペコちゃんも甘えん坊、子犬ちゃんも甘えん坊。そしてこれもよくあるんだけど、もうペコちゃんはもうすぐこっちの私の膝の上に来ちゃう。あなた子犬いいの、ペコちゃん。もう子犬ちゃんは一人ぼっちになっちゃった。どうしよっかなーって考えてる様子だけども、一生懸命目でお母さん追ってます。ほんでこれ諦めて、これもう決定的瞬間取れなかったんだけど、もうずっこけて、もうこのままバックの体勢でぬいぐるみに崩れ落ちた子犬ちゃん、ところがもうでんと構えてへっちゃらへーで、この体勢のまま。こんな風におっとりのんびり育児は進んでおります。お兄ちゃんもだいぶ大きくなってきました。お父さんと会えて今日は良かったね。